こんにちは、どうもサクトです。ご視聴いただきありがとうございます。いきなりサックスということで、今回も公演で、人とようさんの花水木という曲、演奏させていただきました。これからですね、おっさんがダラダラと喋るというような時間になりますので、あまり興味ないよという方はスキップしていただいて、構いません。サックスとかですね、演奏方法とか興味ある方は聞いていただければと思いますが、今はですね、朝の8時半ぐらいですかね。で、場所は北海道の札幌市になりますの公園で、とても美しい綺麗な公園で気持ちよく演奏させていただきました。札幌はですね、天気が良くて、晴れてる期間というのはすごく短いので、しかも土日でとかですね、休みの日で晴れてる日というのは非常に貴重な時間なので、こういった時間に演奏できるのはとても幸いなことです。今日演奏しました曲ですね、この形で花水木の楽譜、これを見ながら演奏しました。これは私がアレンジして、初心者の方にもですね、吹きやすい調で、反復記号がなくて、シャープフラットが少なくてというような、初心者の方向けの楽譜を作ってますので、それを見ながら吹きました。また後で紹介しますけれども、今ですね、この公園、ちょっと声聞こえますかね、近くに野球場がありまして、今ウォーミングアップされているようですね。少年野球ではなく、少年野球っぽいですね。若い方が多いので、元気な声が聞こえてますけどもね、演奏中じゃなくて良かったですけども、ということでですね、野球の方も、スポーツ、サッカーも含めてですね、こういった雪のない時期に練習、試合できるっていうのは非常に貴重な時間をですので、北海道の道民はですね、こういった期間をですね、本当に思う存分謳歌して楽しむという、そういう文化でありますね。ということでですね、サックス、これはすごく安い、5万円、4万円の楽器で、いわゆる格安サックスというやつで吹いたんですけども、これからサックス吹いてみたいなっていう人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、実際のところでですね、このサックスっていうのが本当に吹きやすいのかどうかっていう問題があると思うんですけども、いろんな方の意見聞いても大体吹きやすいと、他のトランペットとかですね、フルートとか比べたら圧倒的に吹きやすいよっていうような意見あるんですけれども、私もそれはその通りだとは思うんですけども、半分半分ですね、 50% ぐらいですね。というのは、単純に音を出すだけっていう意味であれば簡単です。トランペットやフルートよりも実に簡単に出ます。しかし、その自分が聴いてて美しいとかですね、他の人が聴いてて美しく思えるような綺麗な音を出すという点ではですね、意外と難しいんですね。どうしても最初に音が出せると、それでですね、もうすぐ嬉しくなっちゃってですね、そこからなかなか次の段階に行けないという方がいらっしゃるんですけども、とりあえず加えて息をいっぱい入れればなりますけども、ビャーというようなすごい騒音ですね。別の動画でも話したんですけども、サックスっていう楽器はですね、音量がめちゃくちゃでかいので、実はサイレンと同じぐらいの大きさなんですね。救急車のサイレンありますよね。あれぐらいと同じ音量で響くので、なかなかこうビャーっていう音、大きな音をですね、うまく美しくコントロールするっていう点ではすごく時間がかかりますね。やっぱり毎日練習して吹き慣れて、ロングトーンとかスケールとか練習してですね、
この自分の口、体をサックスが吹けるような吹きやすい体にするっていう、鍛錬が必要になりますので、そこはですねあんまり近道ありません。どちらかというと毎日コツコツ続けられるかどうかっていうところが鍵になりますので、よく初心者の方どうやってモチベーションを上げたらいいんですかねっていう話あるんですけども、私の場合は、モチベーションで吹くのではなくて習慣で吹きましょうという話をしています。どうしてもモチベーションだとこう気分の上がり下がり 気持ちとかでですね、感情でどうしても浮き沈みになってしまいますので、そういう形ではなくて、もう決められた場所、決められた時間、決められた方法の3ポイントで、毎日コツコツ少しでもいいからですね、毎日吹いた方が圧倒的に美しくなる、音が良くなりますので、そういう意味でもですね、手軽にどこでも吹けるような格安サックスというのはおすすめしています。初めての方もそうなんですけども、もうすでに1台メインの楽器持ってるよという方も、2台目のサブの楽器としてですね、こういった外でいつ雨を降っても構わない、私の場合は車の中にずっと積みっぱなしですので、隙間時間があればいつでもパッと出してすぐ吹けると、そういうような状態をキープして、サックスを吹く体とかですね、感覚を忘れないようにキープしています。そこら辺は他の楽器も、例えばギターとかピアノとかも同じだと思いますけれども、常にこう弾き続けてる、吹き続けている、そういった環境がやっぱり必要になってくると思います。はい、ということで、野球の掛け声が大きくなります。元気な音ですね。はいはい、ということでですね、今回も4万円の格安サックスで、人と陽さんの花水木演奏させていただきました。初心者の方はですね、こういった格安楽器をですね、新品でも買うことはお勧めしません。というのはやはり調整が必要な場合が結構多いですね。何本も買ってると、あちこち調整が必要で、中には部品が取れてるとかベルが曲がってるとか信じられないようなことがあったりとかですね、なかなかそういうの初心者の方嫌ですよね。買っていきなりなんか調子悪いって分かればいいんですけども、楽器のせいなのか自分のせいなのか分からずにずっと使い続けてしまうことの方がですね、すごいかわいそう、残念に思ってしまいますので、そういったことのないように、私はこういった格安サックスをですね、点検調整してですね、初心者の方にも安心して使えるような楽器を提供させていただいてます。フリマサイトのですね、はい、メルカリ、ヤフオク、ペイペイ、フリマ、ラクマでですね、これまた格安で販売させてもらってますので、ぜひご覧ください。アルトサックスだけではなくて、ソプラノサックスもですね扱ってますので、ストレートとかですね、カーブドソプラノとか、こちらも大人気でですね取り扱ってますので、ぜひそちらも覗いてみてください。ストラップとかマウスピースとかマウスピースパッチとかですね、これつけてるんですけども、ネックスクリュー、これつけるだけ音良くなりますから、抜群に良くなります。こういったものも扱ってますので、ぜひ、フリマサイトを覗いてみてください。また先ほども言いましたけども、楽譜ですね、もう一度このような形でですね、シャープ、フラット、少ない、反復記号が少なくて、1ページで完結しているメロディー譜も発売してますので、はい、こちらの、はい、ピアスコア、ココミュー、こちらの方で楽譜販売してますので、どうぞご利用ください。登録曲数ですね、650曲以上ありますので、皆さん
お好みのですね楽器楽譜があると思いますので、ぜひ覗いてください。野球の練習の声がちょっと気になりますね気が散ってしまいます、はい、あと、私のブログ、こちらの方で吹き方とかですねリードの調整方法とか裏技的な情報も掲載されてますので、ぜひこちらも覗いてみてみてください。ということで今日は、いきなりサックス人と陽さんの花水木を演奏させていただきました。ということで、長い時間ですね、どうもお付き合いいただきましてありがとうございます。この動画が良かった、ためになると思っていただけた方はいいねボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでまたどこかでいきなり演奏しますのでご期待ください。それではまた。